溺れてるんじゃないですか。溺れてたらどうしようね。たまらない。1メートルぐらいのところで泳いでよくきっとね。いつまで遊んでるの二人で。あれ、一緒に遊ばないの？プール状態なの。ちょっと可愛いためないのか。なんか食べてんの？なんかゴミついたじゃん、今。見た？邪魔だったの。あ、水飲んだの。水飲んだの、あれで。あ、なんか下に。なんかね、そう、あれをね、さっき後ろの子に投げたの。さあ、洗おうか。あ、でも結構大きいね。そうよ。私たちあそこに来てんの。お水あげました。ちょっとビデオで撮ってみてます。あ、ビデオで。ゾウさんの動きと一緒。ゾウさんの動きと一緒で、私はどう動けばいい。勝手に動いてる。ゾウより素早い。確かに。やめたもん、これ。ゾウよりは素早くないと。ゾウって速いでしょ。めっちゃ知らないよ、だって。ゾウはちょっと、あの木のってね、また似てんの、あれ。あれ、ハイパワールっていうか。どうなんだろう。鹿はね、昨日はね、死んだ時にはなんか、なんかでもさ、アフリカザザの象牙鳥とかって殺して取ってますよね。象牙鳥が落ちてるのはないよね。すぐ拾われるのね。そうやって飲むの。でもちょっと象の日に、なんかこの象のあれは、JCG さん寄付してるみたいですね。